これまで石丸市長からたくさんのことを学びました。人生、仕事に対する必要な言葉をたくさんいただきました。この言葉はこれからも職員の行動の基本になると考えます。石丸さん、お疲れ様でした。今日この場に来れなかった小学生、中学生、そして高校生の気持ちを代弁する形で、30年も早く生まれた私は学ぶことばかりでした。なんとか長生きをして秋田方市の見届けたいと思います。これが最終回となります。私は生涯忘れません。職員の皆さんに最後の指示を出します。この町の未来を頼みました。ただいまから石丸市長の退任式を行います。米村副市長が送別の言葉を申し上げます。6月9日をもって石丸市長が退任されます。石丸市長のこの4年間の多大なご貢献に対し、職員を代表して深く感謝の意を表します。2020年8月、市長に就任され、3年10ヶ月、行財政改革、市政の立て直しに、連日連夜、誠にご多忙な毎日を、実に精力的に、市の発展と市民福祉の向上のために、尽くして来られました。この度、ご退任ということになり、我々といたしましても、誠に残念というほかございません。これまで、石丸市長からたくさんのことを学びました。できる限りのアイテムを駆使した情報収集、簡潔で説得力のある説明、絶対にぶれない判断、常に現在の状態に満足せず、より優れたもの、より高いものを目指す向上心、学んだことは数え上げきり、上げればきりがございません。また、いろいろな場面で人生、仕事に対する必要な言葉をたくさんいただきました。その中でも一番心に残り、今でも実践している言葉が、想定と準備です。想定と準備を確実に実行すれば、乗り越えられないことはないと、確信いたしました。この言葉は、これからも職員の行動の基本になると考えます。また、私もこの言葉を座右の銘にさせていただきたいと思います。私たちは、市長から学んだこと、取り組んでこられたことをしっかりと受け継ぎ、さらなる発展を目指してまいる所存です。引き続き、秋田方市のため、ご助言、ご支援をいただければ幸いです。意は尽くしませんが、石丸さんが、これからも充実した人生を歩まれることを切に願い、お礼の挨拶といたします。石丸さん、お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。と言いたいところではございますが、石丸さんにはこの言葉は似合いません。改めまして、石丸さん、これからもずっと元気に走り続けてください。本当にありがとうございました。
きまして教育長が送別の言葉を申し上げます。職員を代表しての挨拶は先ほど米村副市長が丁寧に述べられました。貴重な時間をいただいて恐縮ですが、私は今日この場に来れなかった市内の小学生、中学生、そして高校生の気持ちを代弁する形で石丸市長に感謝とお礼を述べたいと思います。4年前8月11日だったと思いますが、石丸副市長と会いました。それから4年間石丸市長は可能な限り学校へ出向いていただき、子どもたちと対話し、そして評価し、励ましていただきました。その中で私が強く感じているのは、子どもたちを子ども扱いしない、一人の人格を持った人間として常に接してきていただいた、そのことが今こうして4年間を振り返ってみて私の心に強く残っています。そしてさらに子供たちに伝えられたのは、自分が何をどう考え、どう行動するか、当事者意識を持つことが大事だということを伝えてこられました。そして、自分がどう行動するかという実践の場を丁寧に子どもたちに与えていただきました。秋田方焼きの最終選考、さらには秋田方市のキャッチフレーズを決定する最終選考、そこには常に中学生、高校生の姿がありました。そういう中で子どもたちは選挙権のない私たちが安芸高田市のために何ができるのだろうということを考えてくれるようになりました。つい先週、石丸市長はオンラインでの参加をいただきましたが、中高校生のミートアップを開催しました。そのミートアップが終わった後、一人の中学生が私のところに来てくれて、教育長、選挙権のない私が悔しくてたまりません。そういう言葉をかけてくれました。その日も、先ほど申しましたように、石丸市長とオンラインでの対話をした生徒ではありますが、僕が必ず石丸市長に伝えておくということを約束し、先日石丸市長に伝えさせていただきました。このように今安芸高田市の中学生、高校生は政治に関心を持つということは当然のこととして、自分の人生、どこにいてもどこに住んでも自分が主役だ、そのように考え始めてくれていることを私は実感しています。本当にこの4年間子供たちを励まし、評価し、
続けていただいた石丸市長に、30年も早く生まれた私は、悔しいかな、学ぶことばかりでした。そういう意味で、これもつい先日、石丸市長にお伝えしたんですが、私も古希を過ぎましたが、なんとか長生きをして、秋田方市の子供たちが大人になって、どんな人生を歩むかということを見届けたいと思います。ぜひ、石丸市長どこに行かれても、秋田方市の応援団として、子供たちの将来を見守っていただきたいと思います。本当に4年間ありがとうございました。それではここで退任される石丸市長からご挨拶をいただきます。市長の石丸真嗣です。市内で挨拶をするときは毎回このフレーズで始めていましたが、これが最終回となります。今副市長と教育長から心温まる、心震える挨拶を頂戴しました。このお二人には言葉では表しきれないほどの感謝の思いを持っています。米村さんには私の右上として市役所内のマネジメントや対外的な調整を担っていただきました。県庁の職員としての経歴、そして庄原の副市長としての経験、それをお持ちの米村さんは、行政の初心者である私にとって最高の相方でした。永井さんはまさに私の先生として、この町の教育行政を率いていただきました。秋田方市の子供たちのために、秋田方市の未来のために尽くしてきた永井初夫という熱い男を私は生涯忘れません。4年間本当にありがとうございました。市長として心残りはないですかという質問に対して、ないですと、駅4年間ではありませんと返してたんですが、そういえばありました。何かといえばお礼の挨拶です。市長において本当にたくさんの方々と共に仕事をさせていただきました。そして様々な取り組みを通してこの町の活力につなげることができたと感じています。しかし時間の都合もあって、なかなかお礼の挨拶が叶いませんでした。なので職員の皆さんに最後の指示を出します。すべての関係者の皆様によろしくお礼を伝えておいてください。この一期4年間を振り返ると、とてつもない充実感を覚えます。およそ秋田方市長として
4年でできることは、すべて、やりきったと思います。必要がないのに、続けてしまっていたことをやめ、必要があるけど、止まっていたことを進め、さらには、新しいことを始めました。とりわけ、喫緊の課題であった財政の健全化、数字にも明らかな通り、かなり進めることができました。そんな状況ですが、安芸高田市の魅力として、サンフレ、神楽、毛利元就、例えばこの3つの軸、格段に強化できました。さらには、未来への投資、主には、教育分野へ、資源の配分、相当に注力できました。具体的に言ってみれば、小中学校の給食費の無償化、年間1億円、学校用務員、そして給食の支援員を配置する年間3000万円、保育園、幼稚園においておむつなどのサブスクを導入する年間1000万円、年間200億円弱のこの小さな町の財政で、なんとかやりくりをして、次の世代へと向けることができました。しかし、何よりも成果として感じるのは、この取り組みを、職員の皆さんと実現できたという事実です。やってみたら、できたでしょう。固定観念、既成概念にとらわれず、改革を断行する。私が市長に就任してからずっと言ってきたことですが、見事に皆さんはやってのけました。組織の長として、これほどに嬉しく、誇らしいことはありません。本当にありがとうございました。皆さんに言葉を送りたいと思います。私たちは変われるし、変えられる。すでに皆さんが知っている話です。どうかこれをこれからも忘れないでください。私は石丸伸二はこれで師匠を退きます。同様に誰もがずっと同じ場所にはいられません。だからこそ皆さんが次の世代へそのことを言ってあげてください。私から改めて言っておきましょう。これからも困難はあります。しかし、皆さんはきっとそれを乗り越えられます。安芸高田市は皆さんにかかっています。この町の未来を頼みました。さあ、それでは市民の皆さん、メディアの皆さん、そして
全国の皆さん、これからもどうか安芸高田市にご期待ください。